皆様こんばんは、まいまいです。今回は文具女子博パーフェクトガイドが届いたので、こちらを一緒に見ていきましょう。で、こちら5大付録がついておりますので、文具女子博横浜まで行けない方にもすごくね、おすすめのガイドブックとなっております。そして5大付録を紹介した後に、私が個人的に気になってるブースとかアイテムとか紹介していきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。それではスタート。それでは早速付録を開けてみていきたいと思うんですけども、今回のメインビジュアルはこんな感じで、ネオ文具シティだって。なんか新しい、ネオだから新しいんだけど、どこか懐かしみのある、そんな感じのデザインとなっております。これは来年1年間ぐらいね、ずっとメインビジュアルでいくと思うので、可愛いですよね、こんな感じとなっております。で、付録がこんな感じでついてる。でね、ノートが4冊とペンが1本ついてるみたい。ノートめっちゃついてる。で、こちらのパーフェクトガイドの中身に関してなんですけど、12月に開催する文具女子博2024の出展者の顔ぶれとか、会場でゲットできる限定商品などが載ってるほか、会場マップがねついてるみたいなので、これを見て私も早速回る順番とか考えたいなと思います。あとはなんかね、インタビューとかも載ってるみたいなので、読み物としても楽しみなガイドブックとなってます。で、ちなみに私もね、ちょこっと載せてもらってるので、もしお手元にある方はぜひぜひ見てみてください。では付録を見ていこう。もう窓が可愛い。キャンパスノートと乙女印刷さんのコラボノートがついてる。ノートが4冊とユニボール1がついてます。今回の付録はノート筆記具の人気ブランド×文具女子博で大人気のクリエイターコラボの5大付録ということでございます。で、キャンパスノートと乙女印刷さん、そして昭和さんとコモさんですね、そしてツバメノートさんとアンツさん、そしてライフさんとスタンプマルシェさんですね、そしてユニの三菱鉛筆さんとスタンプマルシェさんのコラボとなってます。なんか大手メーカー×クリエイターコラボっていうのがいいですね。なんかノートとかって紙質とか結構重要じゃないですか。だからそこは安心信頼の大手メーカーさんで、この表紙のデザインがね、あのクリエイターさんでめっちゃ個性的で可愛いっていうコラボで、すごくいいなと思いました。では一つずつ見ていきましょう。では国用のキャンパスノートと乙女印刷さんのコラボから見ていきたいと思います。ちなみにね、あのサイズ的には A6 です。なんかね、勝手に英語がついてると思ってたので、めっちゃちっちゃくて可愛いなって思ってます。で、まずキャンパスノートなんですが、なんか一冊一冊ね、ちゃんとパッケージに入っていていいですね。丁寧さを感じる。じゃじゃーん、可愛い。結構ね、薄めのノートかなって思います。ちょっとアップにしていきますね。こちらはあの定番のキャンパスノートが乙女印刷さんのレトロ可愛いデザインになって登場したということです。可愛い。で、表面はこんな感じです。そして B系ですね、 B 系が採用されてまして、中はキャンパスノートですね。で、後ろはこんな感じ。こちらはさくらんぼの柄やソーダの泡など乙女印刷さんを代表するデザインがパッチワーク風になっていて、めちゃめちゃ可愛いデザインとなってます。このロゴの色とか、この背のクロスのデザインとかもね、バランスを見ながら決めた一冊ということです。可愛いね。 A6 っていうのがまたいいですね、ちっちゃくて。はい、キャンパスノートと乙女印刷さんのコラボはこんな感じです。次、そして次が昭和ノートさんのジャポニカ学習帳×コモさんのデザインです。こちらは小学生の必需品として愛されるジャポニカ学習帳が文具学習帳になりました。かわいい。で、コモさんのデザインなので、なんかコモさんといえばカラフルな、結構ねユニークな動物さん柄
かなっていうイメージがあるんですけども、まあ、そんな感じの世界観でなんか書いてるね、猫さんが机で万年筆じゃないガラスペンを使って何か書いてるっていう感じですね。かわいいシーリングスタンプとかもあって、文具好きな、これ猫さんだよね、猫さんかなって思います。でこんな感じで、この緑色がとても昭和ノートさんっぽいですね。ここに文具女爵パーフェクトガイドシリーズコモって書いてある。そして後ろは、後ろも可愛い、こんな感じ、カエルさんとワンさんですね。でなんか文具女爵のライブ見てたら、なんだっけな、コモさんかなが、このイラストのテーマはペンパルフレンドですって言ってたような気がするんだけどこのあれかな、猫さんとカエルさんがペンパルフレンドってこと。面白い、世界観が面白いですね、かわいい。で使い始めとか使い終わりとかが書けるようになっています。かわいいですね。で中身なんですけど、中身もね面白いの。なんか中身は昭和ノートさんの既存の連絡帳の中身だって言ってたような気がするんですけど、こんな感じで時間割がね上にかけて、下が家庭での勉強、持ってくるもので、家庭通信って書いてあって、なんかめっちゃ懐かしいよね、面白い。まあ大人が使うときはアレンジしてやることリストとか、まあやったことリストとかでもいいですし、一日の振り返りとか日記とかとしても使えるかなって思います。遊び心があってとてもいいですね。はい、昭和ノートさんとコモさんのコラボノートはこんな感じ。では次、続きましてこちらのツバメノートさん×アンツハンドメイドマーケットさんのコラボノートを見ていきましょう。大好きな、とてもお世話になっているツバメノートさんのノート、めちゃくちゃ楽しみにしていました。じゃじゃん、かわいい。なんかツバメノートさんのクラシカルな雰囲気とアンツさんのイラストがめっちゃマッチしてて、素敵じゃないですか。で黒一色のプリントで大人っぽくもありますよね。アップにするとこんな感じです。ツバメノートさんのこの飾り枠にリボンが巻きついてるデザインでめちゃ可愛い。そして万年筆とかシーリングスタンプとかインク瓶があります。でここにネオブングシティインクって書いてあるんですよ。めちゃ細かいデザインですね、めっちゃいい、めっちゃいいですね。で後ろはフリルで縁取られたあのアンツさんのあの女の子ですねがいます。かわいいね。そして中身はなんかこの横系ではあるんですけど、このオレンジみたいな赤い線はオリジナルなのかな、あんま見たことがない感じですが、こんな感じの横系となっております。なんかアクセントになって可愛いですね。デザインとしてはねすごく甘めなデザインなんですけど、黒一色でプリントされていて大人っぽさが出ていてめちゃめちゃ素敵です。ツバメノートさんとアンツさんのコラボはこんな感じ。では次、はい、ではノート4冊目ですね。4冊目はこちら、ライフノーブルノート×スタンプマルシェさんのコラボデザインです。色がとにかくもう素敵ですね。じゃじゃーん、こちらは今回のために特別に制作された A6 サイズ30枚仕様で、ノーブルノートファンの皆様にはとってもレアアイテムのはずということです。デザインがねとにかく可愛いですね。ちょっとアップにしますね。でこのライフが箱押しでキラッとしていまして、このスタンプマルシェさんのマールちゃんですね、マールちゃんっていう女の子が星座を見てるみたいな、そんな感じ、星座観測してるみたいな感じですね。でこの枠の外側にもなんか星座、星がきらめいていまして、でこれが文具の星座になってるみたい、ガラスペン座とかノート座とかハサミ座とかクリップ座みたいなそんな感じでマールちゃんが星を見てます。かわいい。でこのね表紙の色も天体観測的な感じで、こういったブルー、深いブルーにされてるそうです。後ろはこんな感じで流れ星に手を伸ばしてるマールちゃんが描かれています。でこちらも黒一色刷りなので
すごくね、落ち着いた雰囲気で大人っぽいかなって思いました。で、なんか文具女子博のライブでノーブルノートは付録、このノートを一つ一つ職人さんが手作業で制作されてるということで、どういうことって思ったんですけど、機械じゃできないのかな、なんかとてつもない労力をかけて作られているそうで、そこもなんかねちょっと大事に使おうっていう感じがしますね。で、なんかね、紙面に手作業の様子が載ってるらしいので、ちょっと見てみようかな。あー、なるほど、ノーブルノート自体が一つ一つ手作りされてるっていう感じなんですかね。面白い。はい、で、そうだ、中身ですね。中身はクリーム色の用紙になってまして、方眼形ですね、方眼形の中身となってます。こんな感じ。はい、というわけでライフさんとスタンプマルシェさんのコラボノートはこんな感じです。次、はい、というわけで4冊のノートを紹介しました。なんかどれもさ、個性的でめちゃめちゃいいですよね。どれもさとか言っちゃった。はい、で、最後、付録最後はこちらのユニボール1ですね。三菱鉛筆さんとスタンプマルシェさんのコラボデザインです。じゃじゃーん、かわいい、かわいい。で、白いボディのデザインにクリップがピンクゴールド、ローズゴールドで、めっちゃかわいい。そして描かれてるのが、さっきね、ライフのノートにもいた天体観測をしてるマールちゃんになります。信頼と安心のユニボール1が限定デザインとなってて、めちゃめちゃいい付録ですね。もうちょっとアップにしますね。わかるかな、リボンがね、マールちゃんの髪の毛のリボンがピンクだったり、この本のしおりがピンクだったりして、細かいデザインですね。はい、こんな感じです。で、先ほどのノーブルノートと一緒に使っても統一感があって、めちゃかわいいね、めちゃかわいいノートとペンですね。で、ペン自体は安心と信頼のユニボール1なので、黒く濃く鮮やかな、ね、発色となっていまして、サラサラ描ける描き心地となっております。はい、ではここからは私が個人的にちょっと行きたいなとか気になってるブースとかアイテムを紹介していきたいと思います。で、まずショップとして行きたいなって思ってるのが初出店のお店ですね。なんか今年もすごくね、規模が大きくなってるみたいで、初出店のね、ブースたくさん、ショップさんたくさんいらっしゃるんですけども、その中でも公式サイトをね、チェックしてた時に行きたいなって思ったのがアフタヌーンティーリビングさんですね。こちら初出店で、まあアフタヌーンティーリビングはね、有名なお店だと思うんですけど、なんかどっちかというと雑貨系のお店だと思って印象があったので、文具女子博でどういった商品があるのかなって見てみたいなと思います。で、あとオビワンレトロ郵便さんですね。まあ紙博とかでね、出展されてるのでご存知の方も多いと思うんですけども、こちらも初出展ということです。なんかその紙博で即完売したマーメイド缶とかも販売されるみたいで、ちょっと気になるなって思ってます。そしてあとチェリッシュ365さんですね。こちらも初出店のブースさんで、世界中の可愛い文具雑貨を扱うセレクトショップということなんですけども、オリジナルの文具もね、たくさんあって、なんか缶がね、缶のセットがめちゃくちゃ可愛くていいなって思ってます。あとね、なんかクリップも可愛かったんだよなっていう感じで、こちらはね、チェックしたいかなと思ってます。そしてここからは私が公式サイトで見た気になるアイテムをバババッと開けていくんですけども、まずはコクヨさんのオリジナル野鳥が可愛い。これ全色欲しい。なんかサイトではパステルカラーな感じで、なんかね、めちゃ可愛いの。これが欲しいです。そしてサイエンさんのパンダさんの横浜中華クリアテープっていうのがなんか気になって欲しい。横浜ですしね、パンダさんと中華街っていうのが可愛いし、ちょっと記念になりそうなアイテムで欲しいなと思ってます。次にサンビーさんのエリックスライド缶クリップ、可愛い。これはブラインドグッズということで、なんかブラインド系もイベントではね、ちょっと欲しくなっちゃいますよね。
そして次にシャチハタさんの元と天っていうのが発売、先行発売かな、わからんけど新しく発売されるみたいで、のととジョインっていうのがね去年はあったと思うんですけど、その進化版っていうのかな、今度は10個スタンプが新党員が連結されたやつが出るみたいで、これちょっと気になってます。そして次にスタロジーの365 days note 英語のグリッド、鈴木マサルさんデザインのやつがなんかね気になる。これは多分限定品とかじゃないと思う、限定品っていうか限定品ではあるんだけど文具著作限定ではないと思うので、まあ行かなくても買えるやつなんですけど、ちょっと見たいなと思ってます。そして次にスタンプノットさんの一言スタンプの関西弁のやつが欲しい、かまへんかまへんとあかんとか、なんか可愛いなって思ってます。そしてデルフォニックスですね、今年もカスタムメイドロールバーンの新柄が登場します。今回の新シリーズはメリリーっていうやつでめっちゃ可愛い、これはぜひやりたいです。そして BGM さんのイベント限定アクリルキーホルダー喫茶アラモードがなんかラメ入りのアクキみたいな感じで可愛かったので、可愛いと思うのでちょっと見てみたいです。そしてワンチャーのプチコ万年筆ですね、これちっちゃい万年筆前から知ってるんですけど手に取ったりとかはしてなかったのでじっくり見てみたいなと思います。で、あとここからはインスタグラムで情報が出てたものになるんですけど、三菱鉛筆さんユニのユニボール 1P ダブルベリーが欲しい、こちらは文具女子博限定の商品ですね。2色あってどっちも可愛い、でセット売りもあるみたいなのでセット販売のものを買おうかなと思ってます。そして靴輪さんのハンココの新しいやつ、ハンココっていうのが最近発売した重ね押しがねできるスタンプ2個セットになっていて、重ね押しで遊べるスタンプなんですけど、そのなんか形違いっていうのかな、横長の新しいやつが出るみたいなので欲しいなって思ってます。で、あとヤマトさんのちぎるシールですね、これねどういった商品かいまいち分かってないんですけど、店頭でねぜひ詳細を見てみたいなと思います。はい、というわけで以上が今出てる情報の中で私が整理したものでした。で、実は他にもおすすめしたいアイテムがたくさんあるんですけど、またそれは別の動画でご紹介したいなと思います。で、こちらの文具女子博パーフェクトガイドなんですが、11月14日に発売してて全国の書店やネットで購入することができます。で、文具女子博2024横浜の方に行けないっていう方もね、付録が豪華なので付録だけでもね買う価値があるかなって思うのと、あと中身もね違う場所、大阪とか他の文具女子博の開催の時にもラインナップとかねショップの情報とか結構使えるんじゃないかなって、予習にね持ってこいなんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。